とスズランの葉っぱを作ります。型紙がクリアファイルで取ったやつが小さい方と大きい方の2枚になります。今作るのは小さい方の型紙を作ってみたいと思います。先ほど20番ワイヤー半分にこの先端から先元までのところにボンドをつけてあります。このボンドはつけておけば1週間ぐらい大丈夫です。つけたてよりも少し乾いた方が楽ですね、扱いが。で、2枚を重ねてやるようにします。雫型の長いものを2本用意します。クリアファイルに挟んで伸ばします。これだけだと熱いので、伸ばし棒を使って伸ばします。葉っぱは少し厚めでもいいのですが、まあ、縁は薄めにします。もう少しですね。このくらいの粘土に伸ばしましたら、先ほどのワイヤーを1枚目の粘土の上に乗せます。真ん中。そして2枚目の粘土を上から重ねて、クリアファイルを閉じて密着させます。伸ばし棒でここである程度、適当でも大丈夫です。2枚がみっちりくっつくように形がこういう風になっても、型紙を使いますので、でワイヤーの先端がちょっと見づらいです。ここにあります。この先端から元までをきっちり合わせて、待ち針のようなもので切り抜きます。切り取ったら、粘土はちゃんとラップに包んでおきます。そして型紙を外して、またクリアファイルを挟んで、指先で縁を細くします。そして取れちゃいました。ちょっと押さえすぎちゃった。ただ形はハサミで整えます。あとでもですね、あの竹の皮で葉脈を筋をつけますから、竹の皮をボロボロになっちゃってます。ここに置いて挟んで、上から押して筋をつけます。そして少し縁を、熱いところは押して
伸ばしてあげます。そしてワイヤーの真ん中の部分をこう挟むようにします。そして少し乾いてからですけど、ここのところを指で押してあげて、先の方は外側へひっくり返すような形して、葉脈スズランの葉が出来上がります。初めからやるとここに指の跡がついたりしますので、少し乾いてから、今夜ですので電気の明かりで反射して分かりづらいとは思いますが、こんな感じですね。7輪スズランができてますので、小7枚第7枚を作っていきます。先は少しちゃんととんがらせるような感じで、真ん中のワイヤーは少しつまむよう、少し乾いてから根元を指で押してへこましてあげて、反対側はさ外側に反らせると、かわいらしい形のスズランが葉っぱが出来上がりです。はい、以上になります。